はい、こんにちは、勝間たんです。ということで、今日はこちらピカチュウバンクということで、社員さんですね。社員さん、なんか会社員みたいな感じだけども、社員さんから、出ておりますピカチュウバンクということで、2500円ぐらいだったかな。あ、タカラトミーが発売元で、販売元が社員ということで、タカラトミーが噛んでましたね。はい、ということで、楽しみ方、効果を押すとピカチュウが喋って、その効果を下に落としてくれるよということですね。日本の効果専用です。1円5円、10円50円、100円500円の現行効果6種、これ以外の効果は使用しないでくださいということで、500円玉で約40枚入りますが、左右に振ると入るよと、はい、こんな感じですね。可愛いおしゃべりがいっぱいということで、猫とかもね、いろんな種類があります。お、かわいいピカチュウ。はい、社員台東区。さあ、それでは見ていきましょう。ドン、このまま入ってる感じなんですね。ゲームフリーク、テレビ東京。はい、ということでこんな感じです。はい、ここにネジ穴、ネジ式で、よいしょ、プラスドライバー、これを取って中に炭酸の電池が2本使用ということになっております。はい、そしたら電源がここにありますね。オフとオンと書いてあります。オンにしてみましょう。オン、はい、お、お、お、勘違いした、持ってきましたねいや、めっちゃ喋るやん。だけかな。とりあえず操作するボタンとかは特にないので、ここにやっぱ効果を置けばってことですね。はい、ちょっとガッシュのやつですけども、持ってってくれるかな。おー、持ってった、ピカチュウ持ってきましたね。さあ、それではボタン電池やっちゃいけないことばっかやってる。あはは、ごちそうさすがにボタン電池は薄くないから無理か。これね、非常に可愛いです。近くで見るとめっちゃ可愛い。じゃあ、アプモンチップで。あ、壊れちゃう、壊れちゃう。やっぱお金じゃないとダメですね。基本的に効果。やっぱ、先ほどの一番最初に入れたやつ。みたいな感じで、あのタイプじゃないとダメですね。で、これはなんかマイナスドライバーかなんかで、ここをこうやってやってもらえるとね、外せるよと。そしたらね、あら、あら、ガッシュのメダルがなくなってしまいましたね。振っても、あった、詰まってしまってる。こうなってしまうので、絶対に現行の日本硬貨以外は使わない方がいいですね。これは本当に良くない例を反面教師ということで、いやー、詰まりましたね普通に詰まりました。中に入ってます。見ていただけると分かりますが、この腕の下、ほら、あったかわいいね。でもね、ほんとにずっと見てるのに、はい、はい、ということで今日ご紹介したのはこちら、ピカチュウバンクでした。それでは。